トヨタ防食は1月5日に米国ラスベガスで開幕する CES2023 に2台の自動運転コンセプトカーを出展するマースモビリティアズエーサービス社会に向けた車室空間ソリューションとして将来の自動運転を想定した車室空間を提案するマースシェアライド空間コンセプトの MX221 は、自動運転レベル4を想定した都市部シェア、モビリティのための車室空間だ。ダイバーシティとバーサチリティを合わせた造語。リアーセイシティをコンセプトとして掲げており、多様な移動ニーズへの対応や、利用シーンに合わせた空間レイアウトや、内装アイテムの乗せ替えが可能という、 乗員の状況やニーズに応じて、車内環境などを、最適に制御する6つの先進システムを搭載した。清潔で快適な空間や車室空間をカスタマイズすることにより、車椅子のユーザーなどに向けて快適な移動体験を追求する。マースサービス空間コンセプトのムースは、自動運転レベル5の時代における、 サービスニーズに対応する車室空間コンセプトだ。シートや内装アイテムの脱着交換機能のテーラードスペースシステムを採用。シートから疲労やストレス度を推定し、搭載デバイスでの互換制御で、乗員のリラックスリフレッシュに貢献するウェルネス空間を展示するとしている。